太平洋沿岸で赤潮とみられる漁業被害が相次いでいることから同は対策会議を開き被害額がおよそ76億円に上ることを明らかにしました先月下旬日高から根室にかけての太平洋沿岸では死んだウニが大量に浜に打ち上げられるなどの深刻な漁業被害が相次ぎました同対策会議を開き、 その中で被害額がおよそ76億円に上ることが明らかになりました他にも赤潮の原因となったプランクトンがロシア海域から流れてきた可能性があるという北大の研究チームによる調査結果も発表されていますこの漁業被害というのはです、ね、今まで北海道では経験のないものでございます漁業者の皆さんがです、ね、安心して漁業を営めるように船長が一丸となってこの被害対策に取り組む 道は今後、関係機関と連携し被害状況を確認するとともに漁業関係者への支援や漁場の回復にも努めていく考えです。